また試練を課されるな。ああ、いかなる例外も認められない。ならすぐに始めて。噂通り、いい腕だ。この地を包む闇はこれまで以上に深いぞ。くれぐれも用心していけ。前と同じでブレードが使えない。スキャンもできません。ミディ、アダムはどうしたの？またテトラポッドの修理してます。ああ、そういうこと。でもあなたがいるなら心配ない。
の角、どれも。Thank you.
この場所、なんかちょっと嫌な感じがします。そう感じるってことは、きっと何かが潜んでる。これでよし。こんなのリスクと見返りのバランスが全然取れてません。アルテスレボーでは制御室にゲートの操作盤があったはず。コンテナをどかさないと。アルテスレボアとよく似てる。きっと近くにゲートの制御盤があるはずです。
なくて通気口が開いたみたい。解除されました。でも研究所というよりは工場みたい。
ゲートが閉じてる。制御盤を探さないと。ゲートの向こう側はネイティブだらけ。でも中に入るにはここを通るしかありません。まずはゲートを解除しないと。よし、ゲートに戻ろう。まだ外にいるの？はい、修理に手間取ってるみたいで。
向こう側に出口が見えます。でも骨が折れそう。行きましょう、リリしてます。落ち着いて、まだなんとかなる。まずはセキュリティシステム。
ヒヤヒヤしました。向こう側のゲートに向かいましょう。イブ、待たせたな。そろそろ行くか。遅っ、こっちはもう着いてるよ。ん？何だと？セキュリティシステムはどうしたんだ？アダム、ハイパーセルまでの距離は分かる？待ってくれ。ハイパーセルは研究棟の先にあるようだ。崩落してる。だったら水の中を泳いでいったらどうかな。ダメだ、水には高電圧の電流が流れてる。じゃあどうすんの？使えるものを使っていくしかない。